どうもニコルです。はい、デニムコーデ、はい、デニムスタッフ、まあ、リクエストも多いんでね、多かったですね、うん、多いので、うん、先月はまあ3月の着こなしっていうことで、はいはい、今月はまあ4月の季節に合った着こなしっていうのを、まあ、三者三様で、はい、はい、ちょっと触れてなかったんですけど、マサトです。お久しぶりです。ちょっと僕らちょっと160センチ2人ではちょっと違うんで、180センチちょっと長身の方の着こなしの例としても、はい、ね、ご紹介そうですね、参考にしてもらえればと思います。はい、はい、じゃあ、早速じゃあ、うん、行きましょうか。はいはい、はい、まずですね、僕の着こなしですね、デニムがカジュアルな色合いになってくるので、他のその他のアイテムを全部黒でまとめて、着こなしを引き締めています。まあ、ちょっとトレンド感を出すために中にサコッシュを入れてですね、トレンド感を加えさせていただきました。はい、じゃあ続いて僕がご紹介します。まあ、ミムとは真逆で濃紺の、スキニーデニムをチョイスしてます。みんなにボーダーのカットソーで、まあ、ちょっと爽やかな感じでさらりと羽織れるコーディガンを羽織って、デニムスキニーとロング丈の、ライトアウターで、Y ラインシルエットを作っています。で、まあ、靴も一応革靴をチョイスして、まあ、ちょっと切れ目の要素も入れてるんですけれども、まあ、革靴苦手だとか春なんでね、外出する機会とか多いかと思うので、こういったスニーカーとかでも問題はないかと思います。で、学生さんなんかはね、こういったバックパックを担いで、まあ、通学とかでもいいかと思いますし、先ほどミムも紹介してましたけれども、それほど荷物が多くない時はこういったサコッシュを使えば、まあ、トレンド感のある着こなしになるのかなと思います。気候にもよるんですけども、まあ、靴下、真っ白でちょっと軽さを出してますけれども、スニーカーソックスで、まあ、足首を見せるような感じでも、今の季節はいいのかなと思います。はい、そしたら僕の方ではですね、2人とは違って、色で春らしさを、出してみました。パンツの方は、薄いアイスブルーのデニム、そして、メインアウターであるこちらですね、まあ、僕それのポーチジャケットなんですけども、ネイビーで上下同系色としました。まあ、どちらも有彩色なんで、まあ、カジュアルになりがちだと思われがちなんですけども、こうやって同系色にすることによって比較的綺麗めに大人っぽく、着用することができます。このような、肩掛けのバッグを使うことによって、まあ、春のお出かけも、まあ、こんな感じで、着こなすことができるんじゃないでしょうか。2人ともなんか薄いデニムで、なんか僕だけちょっと調整してきたら触れましたね、ちょっとなんか寂しいな。何ちょっとバイライン作りたかったんで、ちょっと、うん、濃色のね、デニムを使えばこう、はい、細く、より細くね、スタイリッシュに見せれるんで、うん、はい、いや、その分こう靴下とかトップス明るめにして、はい、はい、してるんですけど、うん、なんか太りのにトレンド満載なんでね、マサトはね、うん、ストライプとコーチジャケット、なかなかないですよね、この、そうなんです、ね、あの七分袖、半袖、五分袖、五分袖ですね、五分袖の、まあ、コーチジャケット、まあ、ちょっと真新しい感じ、なんか新鮮ですね、うん、これは。で、これがあの自由の、そうですね、うん、こういうちょっとショートめのものもあってもいいかなというか、うんうん、そうですね、うん、軽らしいですね、まあ、うん、はい、はい、まあ三者三様の着こなし、まあ、気温とかでね、左右されると思うんですけど、まあ割と軽めのアウターばっかりなので、うん、まあ長袖の場合は袖まくりとか簡単にできるような感じでね、うん、はい、ぜひデニムを使った着こなしの参考にしていただけたらなと、はい、思います。はい、はいはい、本日もご視聴いただきありがとうございました。これ、ボブ袖、あんま見かけないんですけど、うん、これ実はですね、はい、LINE 限定で先行販売させてもらってるんですよ。あー、サボれちゃってたんですね、僕。告知ですね。まさかの告知ですね。ずるいな。実はもうね、先週から開始してるんですけど、あ、はいはい、4月12日、あさっての、18時まで、うん、こちら、LINE 限定で販売してますので。おー、なるほど、はい、まあ、もし気になった方は、はい、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひチェックしてください。はい、まあ、ぜひ、先行販売、そうなんです、はい、うん、はい、時間残りわずかなので、はいはい、気になった方はぜひ概要欄チェックしてみてください。はい、はい、